つ心残りがある。友人にさよならを言っていない。この世界でずっとただの友人でいてくれた男だ。この世界に退屈し、ずっと死を待っていた。その男も俺と同じように死を求めていたのか。いや、違うと思う。最初お前と太宰は似ていると思っていた。自分の命に価値を見ていない。死を求め、暴力と闘争の中に飛び込んでいく。だが違うんだ。あいつは、あまりに頭の切れるただの子供だ。暗闇の中で、俺たちが見ている世界よりもはるかに何もない虚無の世界で、一人取り残され、ただ泣いている子供だ。最後まで素晴らしい弾丸だ。部下たちに会いに行くよ。子供たちによろしくな。織田作、バカだよ織田作、君は大バカだ。ああ、あんな奴に付き合って死ぬなんて、君はバカだ。ああ、太宰、言っておきたいことがある。ダメだ、やめてくれ。まだ助かるかもしれない。いや、きっと助かる。だからそんな風に。聞け、お前は言ったな。暴力と流血の世界にいれば生きる意味が見つかるかもしれないと。ああ、言った。言ったが、そんなことは今。見つからないよ。自分でも分かってるはずだ。人を殺す側になろうと、人を救う側になろうと、お前の頭脳の予測を超えるものは現れない。お前の孤独を埋めるものはこの世のどこ。人は自分を救済するために生きている。死ぬ間際にそれがわかるだろうか。その
とりだ。抱いて開かない生きる理由探してんだ眩しい光は早期なおにはないから当てもなく走るソーレイド。その者ニル・アドミナリーなる所作にてふんふんたる万事破竹のごとくせしむるなりか。ボス幹部の太宰殿が消息を絶ってすでに2週間です。そろそろ次の幹部を決定するため五大幹部会を。そうだね。広津さん、幹部会は開かない。太宰君のいた席は空席のままにしておこう。おつまらなくなるね。あと1時間ほどで次の任務地となる着陸地点に到着します。ああ、分かった。坂口総裁、その写真は次のターゲットですか？いや、なんでもないよ。プライベートの写真だ。君の顔は報告書でよく見た。要注意監視リストの常連だ。君は確かしばらく組織から行方をくらませとったはずだが。転職先を探していましてね。どこかおすすめはありませんか？特務課を志望かな。そうなら。いいえ、そちらは辞退しますよ。規則の多い職場は肌に合わなくてね。では何が希望だ？人助けができるところ。心当たりがないでもない。伺いましょう。異能力者を集めた武装組織だ。軍警や死刑に頼れぬ灰色の厄介事を引き受け解決する。そこの社長が心ある男でな。君の希望に沿うかもしれん。やあ、小田作、見つけたよ。人を救うことができる仕事、喜んでくれるかい？片豆腐食べてもらおうと思っていたのにな。